どうも山村です。今日の話題はこちら、はい、iPhone SE でございますよ。もう iPhone SE の話題はね、正直ね、僕はね、もう永遠にやっていたいんですけれども、とにかくね、この子はね、いろんなこう人々の感情を集めてますよね。こう iPhone SE いるかいらないかとか、なんかいいか悪いかとかね、まあいろんな、まあ話がね、もうそこら中飛び交っているわけでございますけども、まあ僕はこれを使い始めて1ヶ月ぐらい経ったわけですけれども、僕はですね、依然としてというか前にも増してですね、 iPhone SE 大好きクラブ会員でございます。はい、iPhone SE 大好きですね。もう iPhone SE がこの世に生まれてくれてよかった。僕と同じような iPhone SE 大好きクラブの人は高評価をしてください。 iPhone SE アンチクラブの人はですね、高評価をしてください。まあというわけでですね、今回はこの iPhone SE、まあ、1ヶ月まるっと使っていて、まあ見えてきたようなところをですね、お話ししていこうかなというふうに思います。本題に入る前に1個お知らせでございます。この度ですね、 YouTube メンバーシップをオープンしてみましたね。まあよろしければ、まあ、入会して、このチャンネルを応援していただければと思います。今のところ特典としては、毎月ですね、スマホと、デスクトップ用の壁紙作ります。僕前々からの壁紙作りたかったんですよ。あのスマホとかさ、パソコンとかよく映るんで、まあ、その壁紙自分で作りたいなというふうに思ったので、毎月ワンパターン、スマホ用とデスクトップ用を配信しようかなと思ってます。今月はこんな感じです。引き続きですね、あのこれ書いてくださるアーティストの方とかも募集してますので、ご連絡ください。あとステッカーとか T シャツとかこれから出そうと思ってるんですけども、それの先行購入と割引がつきます。あとあの最近お休みですけど、あのポッドキャストキックス FM を、ライブで聞いていただくっていうところをやろうかなとか、あとはたまにあのメンバー限定ライブとか、まあ一人喋りのコンテンツとかもまあやろうと思ってるんで、まあよかったら入ってください。あとあのチャットで使いたいスタンプのアイディアとかもぜひぜひコメント欄で教えてください。そんな感じです。よろしく。まあというわけで iPhone SE なんですけれども、まあね、話すことはね、まあ主に3つ、パフォーマンスとサイズ感と、あとバッテリーの話ね。まあこれくらいしか話すこと逆にないみたいな感じなんですけども、まあ1個例外があるとすれば、もうデザインはね、僕はもう本当にもうね、あの前の動画でも言ったけど、もう本当に大好きなの、これ本当に大好きなの。もうこれ以上に美しい iPhone 僕なんか見たことないし、もうこの iPhone が僕はもう好きすぎて、なんか一生これがいいみたいな感じまであるんですけども、まあ iPhone 取れれば多分買います。はい、というわけで1個目パフォーマンスの話ですね。まあよう動きます。本当にもうパフォーマンスはもう最高。本当によく動く。とってもよく動く。あのパフォーマンス的にはほとんどこういうフラッグシップ iPhone 11 Pro みたいなものと比較してもですね、差がねほとんど分かんないです。というかこっちに比べてこっち画面の解像度低いんですよ。狭いの。つまり言うなればグラフィック描画にかかるこう負荷っていうのがこっちの方が軽いんですね。で同じチップが載っているので、変な話見かけ上のスピードはこっちの方が若干速いまである。とはいえこちらがこちらに、まあ、パフォーマンス的に劣る部分っていうのも、まあ、あって、というのが、アプリのアイドリング数です。 SE はですね、こういう11 Pro とかと比べて載っているメモリの量が少ないので、使っていないアプリ、裏に回ってしまったアプリが裏側で、まあ、死んでいる、終了しているっていうことは SE の方が多いです。まあ、若干ね、まあ、たくさんのアプリを同時に使っていてメモリを食っていると使いたいアプリがいちいち再起動するということはあり得るわけなんですけども、まあその大量のメモリをがっつり使っている、まあ、あの人なんてそんなに多くないと思いますし、まあ、iPhone とか iOS はメモリ効率非常にいいシステムなので、まあ、ぶっちゃけメモリが少なくて裏に回ったアプリが裏で死にますってことが、まあ、悪い体験に結びつくってことは、まあ、ほとんどないと思いますね。二つ目、もうサイズ感ですね。サイズ感がもう最高。あと重さも最高。この11 Pro はよ、196g で、この SE2 が148g なんですよ。実際の差としては 50g なんですけども、割合としてはこちらの、まあ、25% 軽い、 75% 4分の1軽いわけなので、これがね僕は結構ねこう腕にくるというか、こう最初これ SE 差った時こう軽すぎてなんかおもちゃみたいだなっていうふうに思ったんですけども、最近 11 Pro 持つとおお重おってなるわけですよ。というわけでこっちの方が軽いっていうのもあって非常に取り回しがいいんですよね。かつサイズ感ですよね。こっちね、もうエッジとエッジの、まあ、切り欠きはあれど、まあでっかい画面で、まあ見栄えはいいんですけども、まあぶっちゃけ言うとでかいわけ、縦に長いわけ。まあ僕結構手大きい方だと思いますけども、こうやって小指を支えにした時に、まあ画面の半分ぐらいしかもう親指が届かないんですよね、片手だと。まあこっちだったら頑張れば左上まで親指届くし、まあフリック入力とかも圧倒的にこっちの方がやりやすいなっていう感じ。まあ主観的な話なんだけど、まあサイズ感としてこっちの方が圧倒的にしっくりきちゃってるっていうのは、まあ僕の個人の意見。で、三つ目、あのバッテリー容量ですね。あのバッテリー少ないね。あーバッテリー少ない。もうこればっかりはね、どうしようもない。もうバッテリー少ない。こっち11 Pro の方はなんかぼーっとしててもですね、なんか意外とこう電池残ってることが多かったんですけども、
これはバッテリーが赤くなることが結構多い。あ、やばいやばいって思って充電することも多い。だから僕はもうデスクの横っちょに地充電器置いといて、こいつをまあ常に充電しておくっていう風にしないと、ちょっと油断して充電サボるとですね、結構危なくなってることはあります。こっちはね、まあね、変な話1日2日ねほっといてもですね、まだ使えることもあったんだよね。こっちはね、さすがに厳しいね。まあ、こっちからこっちに乗り換えて、電池のマネジメントはね、かなりシビアになりました。うん、こればっかりはどうしようもない。だからまあ、バッテリー以外の面では、まあ僕は95点ぐらいあると思うんですけど、例えばバッテリー容量がネックになってくるところ、一日中外でゲームやりたいとか、モバイルバッテリーを絶対に持ち歩きたくないとか、一日中営業で外回りしてますとか、まあそういう場合には、これ選んじゃダメですね。ダメとは言わないけど、辛いと思う。うん。だからまあ、これを持ち歩く生活は、非常にこうなんかスマートでシュッとしていてね、個人的にはすごく好きなんだけど、まあ僕は、ウォッチがあるからこっちにスイカ入ってるんで、こっちの充電はそうそうなくならないんですよ。だから電車に乗れなくて帰れないってことはまあないんですけど、まあこっちでスイカ運用してますよみたいな人はこう不幸が起こる可能性がちょっとこう3割増しぐらいであるかなというふうに思いました。はい、というわけで iPhone SE 第2世代の、まあ、1ヶ月レビューみたいなものをお送りしましたけれども、僕はですね、とりあえずもう iPhone 12出るまではね、これともう添い遂げますよ。まあ iPhone 12出てもこいつがメインになる可能性まであるけど、まあ現状バッテリーだけね、自分でどうにかちゃんとマネジメントできればね、こんなにいいものはないと思う。4万5000だからね、これは本当にね、もうね、なんかね、信じられない、すごいと思うよ。うん、実際ね、人々がねスマホに求めてることのほとんどはね、これで解決するんだもん。超広角がないとかさ、望遠がないとかさ、いう話はさ、まあもちろんあるんだけど、僕スマホよく使うし、スマホのカメラもよく使う方だと思うんですけど、まあ僕からしてみても、ここのセットアップってスマホ選びにおいて全然クリティカルじゃないというか、ないと嫌だなものには今のところ全然入ってないんですよね。むしろこんなに高い端末買ってカメラも3つついてるのに、画面が黄色いとか画質が良くないとかっていう、そういうなんかマイナス面ばっかりがなんかすごくこう見えてきちゃって、むしろ1個しかないこっちの方がなんかいい写真が撮れる確率は高いんじゃないかぐらいの、こうなんかちょっとよく分かんない状態になってるんですけども、まあね、やっぱね、スマホとかガジェットってね、使ってみると分かんないもんですね。というわけで iPhone SE 2の話題でございました。ぜひですね、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。